えただいまマイクのテスト中ということで中の人です。このようにですね、新しい iPhone のマイクを買ってみたんですけど、音質今までと変わってますかね普段動画を聞いている人、どうでしょうか個人的には全く変わってないように聞こえるんですけど、皆さんの耳からするとどうですか変わってます過去にね、まあ、4回ぐらい iPhone 専用のマイクを買ってきたんですけど、どれもね、失敗で、酸っぱいでね、変わってないよ、つって。もう本当にお金を無駄にしてきたんだけど、今回もそんな気がしますね。でもとりあえず、動画にしようと思って動画にします。このさ、洗濯バサミみたいな、これをね、多分服のところにつけて喋るとね、ちょうどいいんだろうけど、全然ダメ。服のところにつけて喋ったらめっちゃ、ボクボク言ってるし、もごもご言ってて、 何言ってるのか全くわからないぐらい音質が悪くなるし、どういうことなんでしょうね。マイクっていらないのかな ?iPhone にそもそも備わってる内蔵マイクの機能が良すぎるせいで、こういうマイクってもう必要ないんでしょうかね。でもかっこいいじゃん、これ。すごくないただかっこいいがために買ってみたんだけど、やっぱりいらないのかなでも,もし音質いいっていう意見があるようだったら、この横の動画横の動画だけは、このマイク、せめても活用していきたいなってね。 今回も無駄になったらもう5代目ですよ。5本もこういうマイク買って無駄にしてる。本当にね、泣いちゃう。腹ペコ青虫。すいません。そんなわけで、えー、感想を聞かせてください。よろ。